こんばんは、パーソナリティの小林美樹です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。最近映画見ました？見てないですね。見てないですか？私も1年に何回も見ないんですけど、毎年年末だけは必ず見るようにしていて。昨年末は何を？はい、これ日本トルコのですね、合作映画なんですけども、海南1890、はい、海南って海の南ですね、の1890という映画を見てきまして、ブログにも書いたんですけど、絶対皆さんに見ていただきたいと。まずはどういった映画なのか、あらすじを。はい、これ1890というのは1890年のことを表していて、はい、実はこの時にですね、トルコのエルトゥールル号という船が明治天皇のところに、表敬訪問みたいな形で来られて、これ大変な海の旅なんですね、トルコからですから。でその帰りに実は台風にぶつかってしまって、和歌山沖で沈んでしまうんですね。で約600名乗ってたわけですが、そのうちの60名近くを実は和歌山沖の島の方々がですね、漁民の方が救い出されて、で自分の食料も少ないぐらいの時代なのに、もうとにかく与えてですね、献金して返してあげたという、感動的な救出劇があったんですね。で、それが実はトルコの歴史の教科書に載っていて、でその結果ですね、95年後になるわけですが、イラン・イラク戦争の時にイラン国内に実は日本人が約200名から300名取り残されてしまったという事件が実は起こったんです、はい、これが1985年の時で、この時に実は日本の自衛隊がそこに助けに行けるかっていうふうになったんですが、これ国会の承認が必要ですし、今回みたいな安保法制もなかったので行けませんとなったと。でそうすると民間航空機しか行けないんだけれども、これ誰が行くんだっていうふうになって、本当にギリギリのところで、なんとトルコが民間航空機1機予定をしていたのを2機に増やしていただいて、そして、その飛行機に実はトルコ国民でも全員乗り切れないのに、1機分は日本人に提供してくれた。で帰れないトルコ国民は陸路で帰ってくださいということをトルコの首相が言って、皆さん納得をして帰ったと。なぜならその時のエルトゥルル号のことがあったから、今こそ恩返しだということで帰らせてくれた。こういうことがあった。それをしっかり描いてくださった映画がこの海南1890になります。情けは人のためならず、まさに真心が国を動かしたっていうふうに副題に書いてあります。その中でどうしてこうできなかったんだろうっていう疑問書もなんか持ってらっしゃいましたね。はい、やっぱりいろいろな法整備というのが必要であってですね、やっぱり日本、我々政治家の大事な役割っていうのは、一番やっぱり国民の命を守ることなんだと思うんですね。生命財産って言いますけど、やっぱり命だと。でそれが国外にいらっしゃる日本国民のこともやっぱり守れることを対応していくというのは、これは政治家として大事な責任なんだと思うんですよね。でそれを映画で見てですね、本当にじゃあ今私たちはその責任を果たしてられるだろうかっていうのを強く思いましたし、皆さんに見ていただきたいのは、やっぱりその、法整備についても考えてほしいっていうのもありますけど、それ以上にですね、日本トルコの文化のいいところってですね、すごく綺麗に描写をしてるんですね。これ見ると、ああなんか私たちって良かったなって思える映画だというふうに思ってますので、純粋におすすめできる映画です。なるほど、どうぞご覧になってみてください。ぜひ。ちなみにこれ言いたかったんですけど、混んでるんじゃないかっていうちょっと質問をいただくんですけども、はい、安心してください、空いてますから本当に。これが言いたかっただけです。なるほど。でも会期っていうかね、はい、保育期間がありますので、ね、やってるうちに、やってるうちに本当に早く行ってください。今ですさあ、あなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは0849208765、レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページからフェイスブックへの投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧ください。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は松葉製作所企画制作部の松葉ひろかずさんをお迎えしています。松葉さん、出番です。はい、こんばんは。松葉さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、日頃からお顔合わせてるんで、ですね、改めてなんかよろしくお願いしますってことはないわけですけども、やっとラジオに出演いただけたということで嬉しく思ってます。ありがとうございます。後で紹介しますけど、私も松葉さんのところの iPhone ケースを、はい、5S の時は使っていて、ね、今はちょっと私6に変わっちゃったので今使ってないわけですけれども、はい、大変お世話になってます。ありがとうございます、はい、
というわけで松葉さんは松葉製作所、はい、ということなんですが、はい、どんな会社なのかちょっと教えていただいていいですか。はい、前身の会社を含めますと、約70年ぐらいの歴史があります、広島県府中市羽生町にある木型製作所でありまして、主に車のエンジンの鋳物の型などの木型を作っている木の精密加工が得意な会社です。はい、はい、ということなんですが、なぜか私はその松葉製作所さんの iPhone ケースを使っているということ で、 そうです。事業内容は実際にはどういうものですか。本当にメインは木型なんですけれども、その技術を生かした木の精密な iPhone ケースっていうのをずっと頑張って作ってまして、まあいろいろなんていうんですか、きっかけがありまして小林さんに使っていただくようになったということですね。ということで、これ今この iPhone ケースがめちゃくちゃ人気なんですけども、はい、これ作り出したきっかけって何ですか。はい、5年ぐらい前なんですけれども、木の雑貨をいろいろ作ろうというところで、親戚に小田家具屋さんがいまして、ええ、で彼からいろいろやろうぜってことでやってたんですけれども、iPhone4 が出た時に彼がiPhone4 を買いまして、で家具屋らしく木の iPhone ケースが欲しいというところ でプラスチックのケースを渡されて、これと同じものを木で作ってくれってことを、まあ、割と無茶振りされまして、はい、で何ヶ月かかけてやっと完成したんですけれども、まあ、私もずっと SE を大阪で10年やってまして、で帰ってきてすぐぐらいだったので、なかなかその木工に関してそんなに知識がないままやってたんで、それがどれだけ難しいことかっていうのはあまり分からずに頑張ってやったら、割といいものができたっていうところで、でそっちに今絞ってもう5年ぐらいになりますかね。なるほど、はい、要はまあある種こう木工については素人として入ってきて、まあ、とりあえずやってみようということでやって、はい、そうですね、できたものはかなり価値の高いものだと。はい、一応木型の仕事を、まあ、1年しっかりみっちりやって、でそれをまあどう生かそうかっていうところで、でいろいろアドバイスとかもらいながらやると、うん、割といいのができたということですね。はい、ということで今価格帯ってどれぐらいなんですか。今大体2万円から、はい、高いもので6万円ぐらいまで、うん、木の種類によっていろいろ違ったりもするんですけども、かなり付加価値高いですよね。そうですね。これどういう方から注文多いですか。40代の男性が多いですかね。若い女性の方もいらっしゃるんですけども、メインはそうですね。で、職業なんかで言うとちょっと印象に残ってるのがお医者さんが多いかな。へえ、はい、何なんでしょう、ね、あんまり理由わからないんですけども、はい、割とお医者様がいらっしゃいます。はい、なんかこうぬくもりを感じるとかもあれなんですかね。それ以外にも海外にも販売されてますね。そうですね、今台湾には卸していますね。はい、はい、ということですね。私今日ちょっとお話を聞きたかったのは、はい、このある種福山そして府中っていうのはもちろん都市部ではありますけれども、はい、まあ、そうは言っても世の中的に言うと、まあ、田舎の部類に入るわけですね。そうですね、はい、この地方で、はい、それでも2万円とか5万円とかですね、付加価値も高いものを作って、しかも世界中日本中に売るっていう仕事、はい、これができるっていうのはすごくなんかこう可能性があるな。そうですね、はい、思うんですけど、やってみられてどうですか。最初あんまりそこまで意識してなかったんですけれども、まず、まあ、海外に売ってみたいなっていうのが漠然とありまして、でちょうどツイッターとかフェイスブックっていうのが出始めてちょっとしてくらいだったっていうのが、まあ、幸いで一生懸命やったんですね。無料なのでお金をかけずにいろいろできたら、まあ海外の方からも見ていただける機会が結構ありまして、でいいのがやっぱりダイレクトにやり取りができるっていうところが一番よくて、でね、普通だったらそういう海外向けの展示会とかに出て、そこから業者に卸してっていうところなんですけども、そういうのができるっていうところが、まあ、幸運だったなっていうのもありますし、本当にメイドインジャパンとして出せばどこにいようが、ね、関係なくて、家賃も、ね、そんな安いし食事も美味しいしっていうところで、同じものを作って出すんだったら絶対田舎の方がメリットあるなというのは、はい、今だと思いますね。確かに私も東京と福山こう行ったり来たりしながら今仕事してますけど、はい、やっぱり週末こっちで暮らした方が質が高い生活できるなと思いますよね。そうですね、質は高いですね。高いものとか
美味しいものとかっていう、なんていうんですかね、お店に行ってどうっていうんじゃなくて、その地域 の, その歴史やそういう風土に根ざした行事とかに出ると、そういうのは質が高いって言えるかもしれないですね。そうですよね、はい、なんかこういうものって、まあ、我々で言うと地方創生みたいな形でやりたいって言ってるものの一つのモデルだと思うんですけど、はい、そのなんかこうコツってありますか、こういう働き方、こういう仕事の仕方をやるのに、あ、はい、こう考えるといいんじゃないの、こうするといいんじゃないの。ですね、何か一つでも世界で一番になってみようかなと思ったんですよ。で、まあ、私の知る限りではオランダにすごい精密な木の iPhone ケースを作っているところがありまして、で、まあ、写真で見る限りすごく精密なんで、これをなんとか超えて世界一になれば、本物であれば世界どこ行っても通用するんじゃないかというところで、やっぱり安く大量にっていうよりも、一つのこだわったものを世界一で自負できるものを何かこう武器としてできれば、もしかしたらうまくいくのかなと、うん、はい、なるほど。それをこう今地元で暮らしながらやってるんですけど、はい、一方でこう課題ってありますか。やっぱりですね、儲からないですね、なかなかすぐには、はい、やっぱ時間かかるんですけれども、はい、まあ、ちょくちょく展示会に出たりとかで、まあ、まあ誠実にやってれば分かっていただける方には分かっていただけるので、まあ、そういうところに気をつけながらやってますね、はい、確かにその最初の認知をされるまでっていうのが結構苦労しますね。そうですね、はい、ただまあありがたいことに本当に売れなくてもちょっと尖ったものを、突き詰めたものを作っていればおのずと声がかかってきたりしまして、今もう販売してないんですけど、全日空のプレミアムメンバー様限定のケースでマイル交換でっていう話が、はい、全日空商事さんから直接ありまして、直に来るんですか。直に来ましたね。で、部長さんが、はい、飛行機、まあ、自社の飛行機なんですぐ来られるんでしょうけど、飛行機乗って来られましたね。びっくりしましたね。それすごいですね。すごいですね。向こうの会社にも行きましたけど、よくここの部長さんがあんなところに来てくれたなと思いましたね。はい、それは何をきっかけにその部長さんは目をつけられたんですか。もうね、口コミだったそうで、こういうのがあるよっていうのを聞いて、もともとはキュレーションコマースって言ってアーナセレクトの何かいいものっていうのを全国の都道府県各1個ずつピックアップしていこうっていうので、広島県で何か選んでいただいたみたいで、はい、で一番最初に来ていただいて、結局なかなか集まらなかったんで、私のところだけ1点でピックアップしてやっていただいたみたいなんですけども、はい、すごいですね。そうですね、びっくりしました。まあ、それがきっかけでやっぱりブランド力がかなり上がって、で他のところからいろいろ来ましたね。特別な特注のケースを作ったりとか、あとスターウォーズのコラボレーションであったりとか、はいはい、そういうのが勝手に来るようになりましたね。やっぱそこの最初のこう1段階こうポンと上がるところがどっかで必要なんですね。まあ、そういう意味ではさっきおっしゃったように SNS があるっていうのは、そうですね、ある意味拡散をしやすいというのはあるかもしれません。そういう話を伺うと、はい、自分のオリジナルのものも作っていただけるってことですよね。そうですね、基本形状はそんなに変えれないんですけれども、まあ、名前を入れたりとか、はい、なんかちょっとっていうことはありましたね、今まで、はい。この番組を通じてもっともっと広くこういうのができるよっていうのをね、はい、知っていただいたら、はい、そうですね、ニュースも多くなるといいですね、はい、そうですね。ではこのあたりでちょっとブレイクです。松間さんのリクエスト曲をお届けしますが、ルパン三世のテーマってルパンが好きですか。はい、大好きですね、はい、なるほど、はい、どういったとこが。もう単純にかっこよかったっていうのがあって、もうそうですね、若い頃はいろいろグッズを集めたりもしてましたね、はい、ではビートマークジュニアの歌でお届けします。ルパン三世のテーマをどうぞ。今夜はゲストに松葉製作所企画製作部の松葉博一さんをお迎えしています。松葉さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、というわけでせっかく動画も撮ってますんで、ちょっとケースをはいご紹介をいただきたいと思います。これは 6S の、これは、はい、6S プラスの、あ、そうですね、プラスの方ですね、はいはい、ウォールナットっていう、はい、日本でいうとクルミに近い木ですね、家具によく使われる
材料で、あの地元府中家具の、端材を、いい部分の端材を安く売っていただいているので、すごくリーズナブルなんですけども、とても物はいいものです。すごいなんかもう高級感ありますよね。そうですね、はい、ツヤもありますね。ツヤ、はい、もうこれずっと使ってるんで、使えば使うほどツヤが出てくるという、買った時が一番いい状態じゃなくて、そこからスタートって愛着が湧いてくるんですね。だから本当にいろいろ見せていただきましたけど、全然木目も違いますし、そうですね、はい、でその木の種類で色も違いますよね、変わってきますね。結構なんか黄色、はい、黄色いっていう感じもありますし、ありますし、赤いのもありますし、黒いのもありますし、ね、全部天然の色にこだわってやってますんで、やっぱりなんか着色してしまうと修理ができないんですね。割れた時に一回接着してもう一回こう磨くんですけど、そうすると色が剥げてしまったりとか、ところがないんで、どこまでいっても本物なので、はい、もうどうにでも修理ができるという。なるほど、はい、ということで割れたりすると直してくれる。そうですね、皆さんこれ結構高価なものなんで、割れるとすごいショックを受けましたってわざわざメールをいただくんですけど、はい、思ったより綺麗に治るので、皆さん感激していただいて、ずっと長く使っていただいているということが多いですね。ありがたいことに、はい、私もかなりショックを受けました一回そう割っちゃった時あってですね、はい、うわーとかって言ってメールしたら、はい、治りますよって言って、綺麗に治りました。はい、良かったです。さっき色がいろいろっておっしゃったんですけれども、はい、それは色を塗ってるわけじゃなくって、はいはい、この木の素材の色、そうそう、いわゆるシタンとか黒炭とか、そういうものっていうことですよね。そうですね、はい、すごい、本当にいい色がいっぱいあって素敵な、はい、ありがとうございます。ということで、いろんなお客さんからの要望もあって、新しいデザインも聞かれると。そうですね、最近多いのが液晶画面に蓋をする手帳型のようなケースができますか、このパカッと開くやつですね、はいはい、という要望が割と数件ポンポンとありまして、ね、あ、そうかと思って、じゃあ革と、融合させて何かそういうのができないかなと今ふと思ってるんですけど、まあ全然どんなものになるかまだわからないんですけど、はい、ちょっとやってみたいなと思ってます。いいですね、はい、ビンゴでね、レザーで頑張ってる方もいらっしゃいますから、そうですね、はい、いいコラボ商品になる。そうですね、確かに意外とこうニーズあるんですね。ありますね、はい、ぜひいろんなコラボ商品、そうですね、はい、また新たな言えないコラボ企画もあるというふうに、そうなんですよ、もう1ヶ月2ヶ月すると言えるかもしれないんですけど、はい、いい結果が出るといいですね、はい、スターウォーズに続くコラボ企画で、はい、そうですね、はい、これもまた一気にメジャーになるんじゃないかなと。いや、いいですね、はい、はい、というわけで職場は府中ですけど、はい、住まいは服部、服部、はい、駅屋町服部ですね、服部ですね、ちょっと途中でその、まあ、地方で働きながら、はい、どうですか、今服部に住んでていいなと思うとこと、はい、こう悩ましいなと思うとこって、はい、やっぱりいいなと思うところは、まあ、自然が豊かで大家族で今暮らしてますし、近所の付き合いもしっかりしてますんで、なんていうんですかね、子供を育てるにはもう抜群な環境だなと思いますね。で神事とかいろんな行事がありまして、でまあ楽しんでやってるんでいいんですけども、やっぱり一番今揺れてるのが小学校の統廃合問題っていうのが一番悩ましいですね、はい、はい、これは難しいですよね、難しいですね、はい、我々もね、皆さんと同じ地域の話方と話をしましたけど、はい、やっぱじゃあ何人までのお子さんが小学校にいると、はい、そのなんかこう集団生活として、うん、まあ、必要な数を満たせるのか、はい、っていうのをこれは本当は国が考えなきゃいけないんだろうなと早くですね、はい、ってますよね。だってこのまま50年ぐらいしたら、うん、もっと多くの小学校が、はい、福山の場合は統廃合しなきゃいけなくなるってなっちゃいますよね、そういう意味ではそういうのを突きつけられてるんだろうなと。そうですね、私も思ってます、ね、まあ小学校も、ね、大事なんでしょうけど、それ、ね、地域家庭っていう そっちの方もやっぱり大事なのかなと。なので今自分のところで限って言うとすごくいいところに住んでるなとは思います、はい、なんかさっきお話してて面白いなとさっき打ち合わせで思ったんですけど、はい、そのもし地域がの道がですね、断絶をされても、はい、多分数ヶ月はやっていけるような訓練が日頃
うちの町ではなされているんですね。そうですね、いろんな行事を通じて、まあ、人がどういうところに行ってっていうのを顔を合わせてどういう人間だっていうのが分かってて、で、まあ今度は1月の終わりにお寺でお匂いっていう行事があって、まあ、節分に似た行事なんですけれども、そこで鬼汁っていう、まあ、豚汁なんですけれども、鬼汁を大きい鍋で作って振る舞うんですよ。で、まあ、そういうことをずっと、まあ、毎年やってると、その何かあった時の炊き出しの訓練にもなるし、お米や野菜も自分のところで作ってるので、ええ、もう食べるものには困らないで、まあ、電気は来なくなったら、まあ、ある程度困りますけど、木を切って燃やせば薪暖は取れますし、食料も食べれますので特に困らないなとは思ってるんですね、うん、はい、だから昔の人はそういうことも兼ねていろんな行事をされてきたのかなと。だからね、行事があって大変だ大変だっていうのも、まあ、そうなんですけども、なんでそれをしてきたかっていうのを考えると、あ、なるほどなと思うところは気づくようになってきましたね、うん、はい。なんかこう我々の世代ってちょうど中間のところかなと思っていて、はい、なんかこうそれが面倒くさいって言っている世代と、どちらかというとなんかその意味をもう一回ちょっと考え直そうよっていう世代とがこう混ざってきていて、どちらかというとその意味をこう見直すのが増えてくるとすごく面白いし、こう地域に住んでる価値が高くなってくるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、本当そう思います、はい、でもそうは言っても大変なんでしょうね、まあ、運営するのは、まあ、楽しみでありながら人数がたくさんいた時にあった行事をそのままやろうと思うと、ね、少人数でいろいろしないといけないって大変ですけど、まあまあ残すべきところは残しながらやってますね、うん、はい、なんか少し今風に変えてきたとか自分たちの世代で少しこう変化を入れてるところってあります？夜やってた行事を昼間にやったりとか、はい、何個かに分けた神事を一つにまとめたりとかっていうことはありましたね。それはもう地域の中で話し合う。もちろんそうですね、はい、やっぱりお供えとかいろいろ、まあ、お金がかかるものもありますんで、それを、まあ、うまくしようかなっていうところで、うん、一つ面白いのがおこわを炊いてきて、はい、で手のひらにこう直接いただ置いてもらって食べるっていうのがありまして、あ、なんかこういうことが食べるってことなんだなって思ったりする経験もやっぱりありましたね、うんうん、はい、だからそれは残してるんですか、おこわのやつは。はい、ありますね。ああ、ってことね。いいですね。でもなんかこうね、辛くなってきたからいきなりこうやめるではなくて、はい、どうやったら継続できるかちょっと地域で相談して変化を加えていくっていうのがすごい重要だなと思いましたね。そうですね、だそれが話ができるこうコミュニケーションが日頃取られてるってことですね。そうですね、それは取れてますね、うん、はい、その関係をずっと続けるってのはすごく大事だと思います。ぜひ豊かな地域を守りながら、はい、あとはやっぱりいい製品を、そう、世界中にですね、はい、日本ブランドで出していただきたいと思います、よろしくします。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは松葉製作所企画製作部の松葉弘勝さんでした。いや、本当に素敵なんですよ、商品が。そうですね、はい、ということで今日は新しい商品を提案いただいてですね、はい、これ彫りが掘ってあって、はい、裏に穴が開いてるんですけどね、これ使ってる人なら分かるんですが、アップルウォッチの充電ホルダー。おしゃれ。これおしゃれなんですよ。あら、いいですね。そうなんです。これでもアップルウォッチ使ってないと何の意味があるのか分かんないなと思うんですけど、使ってる人にはすごく嬉しい。これは早速今日購入しようと思いますが。はい、なるほど。それね、充電していない時だって、はい、なんか素敵な。ね、置物として、はい、置物ね、で壁掛けができるんですよ。ちゃんと裏にこう穴が掘ってあるんですね。本当だ。これがなんかこう手作りだからできる、こう対応というか、ね、臨機応変さみたいなのって素敵なんですよね。世界に一つだけって私も大好きです。そうです。あ、そうですよね。はい。オンリーワン。オンリーワン。松葉製作所の方に、はい、どうぞ問い合わせをなさってみてはいかがでしょうか。そうですね。はい、ぜひご活躍をお願いしております。それでは今夜もお相手の小林美希とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産カデソ22の提供でお送りしました。